皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは3人グループで活動している大人気 YouTuber の森本るなさんです。生まれは大阪府東大阪市出身、2002年2月11日生まれの21歳、血液型は B 型で、身長159センチ、3サイズは公表されていないので不明ですが、一番多い情報で G カップだそうです。低めの身長と清楚で透明感あふれる姿からは想像できないほどの豊満な胸と見事な桃尻でも知られています。また小学生の頃のあだ名は焦げパンだった。中学時代はソフトテニス部。家は大家族で10人兄弟の5人目であり長女で、兄弟は兄4人弟3人妹2人という環境で育ちました。バンバンザイでは末っ子キャラなこともあり、驚いた人も多いのではないでしょうか。そんな彼女がどのようにして現在に至るのか細かく見ていきましょう。2018年、青春高校3年 C 組オーディションに落選。同年7月の今日、好きになりました第10弾に出演。そして皆さんもご存知の通り、2019年3月 YouTube グループバンバンザイを結成。また同年7月今日、好きになりましたからの音楽グループ右手矢印左手ハートの一員となりました。その後2020年3月、右手矢印左手ハートを卒業し、2022年2月、20歳の記念に初の写真タカルナになるを発売した。この頃には彼女のスタイルの良さに気づいている人も多く、数多くの人が待ち望んでいたこともあり、歓喜するファンも多くいました。また始球式やミュージックビデオ、ゲームなど幅広い分野で出演し活躍を続けています。彼女に関する情報を他にも調べましたが、あまり多くの情報を得ることができませんでした。しかし彼女の可愛い水着姿などは見つけることができたので、皆さんに共有していきたいと思いますので、最後までスライドを楽しんでください。今後もどんな活躍をしていくか楽しみな彼女ですが、どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。ここまで見てくれた皆様、概要欄に綾瀬はるかさんの SNS のリンクを載せているので、可愛い、興味湧いたって人はぜひフォローよろしくお願いします。またここでは見せることのできなかった、載せることのできなかったものは綾瀬はるかさんの SNS にて確認してみてください。目が離せなくなると思いますよ。それではチャンネル登録高評価を押してくれると動画作りのモチベーションにつながりますので、ぜひお願いします。それでは私はここで失礼します。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.